アナの空飛ぶウミガメ A380 が成田空港に到着したニュースが海外で話題になっていました。アナのエアバス A380 型機は公募から決定されたカラーリングデザイン、フライングホヌでウミガメをイメージしています。後部にはアナハワイサービスの特設ウェブサイトのチャットボットであるラニと名付けられたアナブルーの亀も描かれています。今回はそのニュース記事とそれに対しての海外の反応をご紹介します。全日本空輸アナが発注していた世界最大の旅客機 A380 の1号機が21日、欧州航空機大手エアバスのブツトゥールーズの本社工場から成田空港に到着しました。同型機の導入は国内航空会社で初めてです。アナは計3機導入します。ハワイで神聖な生き物とされるウミガメをモチーフにした特別塗装機で、1号機は5月24日に成田ホノルル線に投入します。2、3号機も同路線で7月以降運航します。ウミガメの飛行機じゃないか。おめでとうアナ。初めての A380 だね。このデザインは可愛すぎる。なんて美しく、可愛らしい飛行機なんだろう。成田空港に、この機体が到着したところを見れて嬉しいよ。よくやったアナよ。乗客として、最高の経験をした航空会社だ。自分の経験から言うと、乗り心地がトップクラスに良かったのが、この A380 の機体だ。かわいそうなのは、このモデルはもうすぐ値下げされるということだ。ファンタスティックな機体だ。これに乗って空の旅をするのが楽しみだよ。おめでとう。小さな飛行機に巨大なエンジンを使いするのは止めるんだ。これは全然小さい飛行機じゃないんだが。空飛ぶウミガメだって。ああ。俺のお気に入りのファンタジー世界の生き物じゃないか。A380 は世界で最も安全な飛行機だよ。少なくともボーイング737よりは安全だな。綺麗な飛行機だ。いつか A380 に乗れるといいな。おめでとうアナ。この亀の中を見てみるのが待ち遠しいよ。ビジネスクラスには畳はあるかい？それとも2階席にはカプセルクラスなんてのがあるのかな？興味深いよ。青い空を泳いでいるかわいいウミガメって感じだね。どうやってこのデザインが塗装されたのかを見てみたいよ。ウミガメが空を飛んでいるのを見るのは初めてだ。最初の A380 機を迎えられておめでとう。2機目、3機目の飛行機も楽しみにしているよ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。では、またお会いしましょう。日本って、いいね。